乗車いただきましてありがとうございます。ただいまの時刻は21時です。すでにおやすみのお客様もいらっしゃいます。これからもう一度止まり場席、到着時刻、また皆さんのお願いをいたしまして、今晩の放送での案内をさせていただきます。目を利きなさは特別な場合を除きまして、野外到着前6時頃からの放送でのご案内をいたします。これから浜松、豊橋、名古屋、岐阜、京都、大阪の順に今日は止まってまいります。浜松21時28分に着きます。豊橋21時55分、名古屋22時45分、岐阜23時8分、京都0時36分、大阪1時6分です。大阪には1時6分に着きます。明日の朝は広島から止まります。広島には5時21分、岩国5時57分、柳井6時23分、小田松6時40分、六山6時53分、東部7時17分、新山口7時33分、宇部7時55分、下関8時30分、下関8時30分です。文字には8時46分に着きます。文字からはやぶさ号、熊本行き、大分行きと分かれて運行いたします。到着時刻に着きましたら、目を見ちゃわさ、ご案内させていただきます。次にお願いでございますが、喫煙者にご乗車のお客様、火災防止のため、寝台内でのお手玉子はお願いください。会社のあるところでお願いいたします。禁煙者にご乗車のお客様、引き続き禁煙にご協力をお願いいたします。禁煙者は4号車、5号車、6号車、10号車、11号車、12号車が禁煙者となっています。これからお休みの時には、貴重品は必ず身につけてカーテンを閉めてからお休みください。またお手洗いご利用等でお席をお立ちの時にも、貴重品は必ず身につけてお立ちください。車内での盗難にはお気をつけください。洗面所お手洗いは各号車とも寝台番号1番、2番よりについております。携帯電話をご使用の際はデッキの方でお願いいたします。タクシーは丸まま音を取り切り替えていただきますようご協力お願いいたします。小さなお子様をお連れのお客様、寝台からお子様が落ちられることのないようにお願いいたします。またこれから深夜帯に入りまして、お客様のご乗車が済みますとすぐの発車となります。着きましたら昼間、お客様のご乗車が済みますとすぐの発車となります。本当にお出られないようにお願いいたします。ただいまお話しのお客様がいらっしゃいましたら、他のお客様のご迷惑とならないよう小さな声でお願いいたします。車掌室は1番前1号車と1番後ろ2号車です。これのコスがご予約をお願いします。それでは車内の辺りを少し暗くいたします。ごゆっくりお休みください。